自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日は PMDD という月経前、月経前不快気分障害っていうお話をしてみようと思います。と PMDD って何かっていうちょっと言葉の説明からいきますけども、 PMDD はまあこう言葉で日本語で書いてありますけれども、 PMS っていう PMS 月経前症候群、月経前症候群の一部です。一部とはいえ、まあちょっと PMS の動画でもお話しさせていただいたんですけど、 PMS って月経の前のと、まあ、出血が始まる前に起こる体の不調も心の不調も全部ひっくるめて全部 PMS なので、まあそうか、ちょっとなんか月経直前に胸が張るなとかそういうのも PMS なので、生理がある女性の9割は PMS があると言われています。でそのうち PMDD っていう月経前これ不快気分障害なので、このPMS の中でも精神症状、こう気分が障害される、うつ状態、こう気分が落ち込むとかイライラしたり怒りっぽくなるとか、あと不安とか緊張が増すとか、あともう情緒不安定になっていきなりわーって泣き出すとか、そういう精神的な心の症状が日常生活に差し支えるような感じで出てきてしまうというのが PMDD です。 PMS の、まあ、一部分ではあるんですけども、 PMDD は生理がある女性の 5% にあるよと言われています。 5% って結構確率としては多い、人数としては結構困ってる方多いと思うんですけども、この PMS とか PMDD ってその月経の前に起こる症状で何が困っちゃうかっていうと、まあ、生理周期 にこう伴って、不快な症状とかが出るのであれば、女性ホルモンのバランスを整えれば、それが治るんじゃないかということで、まあ女性ホルモンで治療とかをする場合があるんですけども、この月経前の症状に関してはなかなか女性ホルモンを使ってバランスを整えてもちょっと良くならない場合もあるっていうのがちょっと困ったところなんですよ。で、まあなんでなんだろうっていうので、まあいろいろ研究もされているんですけれども、まあ、女性ホルモンのバランスだけではなく、その女性ホルモンを出しなさいっていう命令をするところはまたさらに脳の方にあって、その女性ホルモンを出しなさいとかも出さなくていいよっていう命令をするホルモン、その別の女性ホルモンじゃないホルモンの変化もあるので、その変化に伴って脳内のこの神経の伝達物質のバランスとかが変わってしまうことによって起きてるんじゃないかなっていう話もあります。難しい話をしてもちょっとね、解決策が今ないよって話なのでもうちょっと置いといて、なので婦人科さん、まあ、月経に伴っているので婦人科さんに行ってちょっとその女性ホルモンのバランスを整えても必ずしもその症状が良くなるかというとそうではない場合もあるっていうのがちょっと困ったところなんですよ。なのでまあこう精神症状が強いので精神科とか心療内科とかそういうところに行って、本当に辛い時は生理前だけこう抗不安薬を飲むとかそういう対応もと考えた方がいいかもしれないですね。なんでこういうその PMS の中でも PMDD っていうのが注目されるようになったかっていうと、アメリカで確か1980年代ぐらいだったと思うんですけども、女性が殺人事件を犯したっていう、まあ、事件があったんですけど、その事件が
あの生理前になるともう衝動を抑えられなくて殺してしまったっていう、この生理周期によるこう気分の変化で人を殺しちゃったっていうのが、それがすごくあの衝撃的だったんですけれども、私はそれを知ったのはもうちょっと後の、まあ、大学生の頃かな、大学生の頃だったと思うんですけども、この女性ホルモン その変化とか、その生理の周期によって人を殺すほど のこう衝動が起き、で生理が来て、で生理が終わったらまた元の落ち着いた状態に戻るっていう、それぐらい ものすごい、こう衝動が生まれるっていうのがとってもこう、印象に残っていて、今でもそんなことってあるんだって思った記憶が残っていますね。おそらくその事件から、その当時はこの PMD っていう DD っていう言葉はなかったですけども、確かこの言葉ができたのは多分2000年代になってからだと思うんですが、そういう月経の前になったらこう精神症状が出る人がいるし、でもうそれがとっても激しい場合もあるっていうので、この PMS の中からこの PMDD っていうのがこう言葉ができて、こういう症状があるよっていうのが注目されるようになりました。だから人を殺してしまうぐらいなので、そのこうつ状態の方に行く場合は死にたくなっちゃう場合もあるんですよ。だからもう本当にもうまずこれはまずいなって思ったら、やっぱ生理前のそのちょっとまあずっと年がら年中ずっとそうではなくて、生理前の一部分の期間なので、ちょっと病院にね、それこそ病院精神科とか心療内科とか行ったりとかするのがハードルが高いというのであれば、婦人科さんでもいいので、なんかもうそういう気分的にともう日常生活差し支えるっていう場合は何らかの手を打った方がいいですね。放っておいていいことはないので、で特によろしくないだろうなと思うのが、まあ、PMDD ってその生理の前だけ気分がこう落ち込んだり、もうなんかイライラしたりっていうことで、結構その期間ってパートナーとぶつかったりとか、感情をバーってぶちまけてしまって、で人間関係が悪化したりとか、そういう状態になることが、まあ、あると思うんです。でそれが生理になってで落ち着いてしまうと、まあ普通の自分というか普段の自分に戻った時に、その過去の生理前にやらかしてしまった自分とかをこう責めたりとか落ち込んだりとか、そういう感情が生まれるのであれば、もう毎回生理が来るたんびに同じことを繰り返していくことになるので、本当それはもうよろしくない、自分の精神衛生上よろしくないので、こう年がら年中そうじゃないから大丈夫だろうっていうのではなく、ちょっとこういう、まあ、病院に行って例えばこういう病名がついた場合、それこそ毎回生理前になるとパートナーと喧嘩しちゃうっていうことをしてる人は、いや生理前になるともうこういう PMDD っていう病気で生理前になるとどうしてもそうなっちゃうんだよねって言って話もしやすいでしょうし、理解をしてもらいやすいでしょうし、それでこう人間関係壊れちゃったりとか命を落としちゃったりっていうのは本当もうありえないというか、もうそれはちょっとしてほしくないと思うので、本当困っている方はもう頼るところに頼って、でこう一人で抱えないようにしてほしいなと思います。
ちょっとこの PMS とか PMDD とかってこう魔法のようにね、パッとこれをやったらこう解決するぜっていうのはないんですけれども、こう言われているのはこれは悪化するって言われているのはカフェインは悪化するって言われています。 NG なもの、 NG なもの、要は刺激物ですね。カフェイン、カフェインは脳を興奮させるんですけども、その後こう不安感とかを増したりするので、カフェインはこの精神症状にはよろしくないと言われていますし、あともう毎度毎度言っていますが、この白砂糖、白砂糖もよろしくないですね。白砂糖も体にとっては負担になりますし、であと刺激物、辛いものとか、うん、刺激物、カフェインも刺激物ですけど、刺激物は避けた方がいい。でアルコール、お酒、アルコール、お酒なんか、アルコールとかタバコとか、タバコは食べ物じゃないですけど、こういうものもよろしくないですので、もう自分の体立て直そうと思ったら、本当日常生活をこう変える、習慣をちょっとずつ変えていくようにしないと、なんとも糸口がつかめなくなってしまうので、でこっちは NG なものですね。でこれがいいよっていうふうに婦人科のドクターも書いているんですが、呼吸、やっぱり呼吸がね、深呼吸、深呼吸で、はあって、もうため息をつく感じでいいんで、はあって、もう脱力して、脱力して吐く、息を吐く、もうとにかくこうリラックスをするっていうので、まあお風呂とかもいいんですけれども、あとは。なんかもう毎回毎回同じことを書いていますけど、ちゃんと早く寝る、早く寝る、目安は10時、あと食事、食事はもうタンパク質きちんと摂る、タンパク質で、ちょっとこういう婦人科系は油もきちっと取った方がいいので、まあ、取りすぎは良くないですから、いつも揚げ物食べてるとか、あともうどうしてもお食事作るとしたら炒め物にしちゃったりするっていう場合は、そういうサラダ油とかこう余分な油は取らなくてもいいんですけれども、タンパク質で特に肉とか魚とかをきちんと取って、でこのお肉とか魚とかを取ったらタンパク質と一緒にその油もついてくるので、こういうものを食事に取り入れていただければなと思います。まあ、豆とか、豆もタンパク質なんですけど、あんまりこう油が入っていないので、肉とか魚でお料理が苦手だとか、お料理がこうめんどくさいとかっていう方は、それこそツナ缶とかサバ缶とか入りましたよね。もう缶詰でもいいです。で肉だったらサラダチキンとかも、なんかコンビニに行ったらいろんな味の売ってますけど、サラダチキンとかでもいいです。とにかくタンパク質きちっとお食事で摂るっていうのを心がけて、で自分の体、自分の心を健全にしていくにはきちんと夜寝るっていうのが大事なので、早く寝るっていうことと、こう緊張とか不安とかを和らげるために呼吸で吐く、はーって吐くのを心がけてリラックスするっていうのがすごく大事になってきます。でこれ全部いっぺんにやれとは言わないんですけども、なんかあこういう悪い習慣があるなとか、あこれだったらできそうだからいい習慣を取り入れてみようかなっていうことをちょっとずつでもいいので、何かしていかないと、今調子が悪い状態で今と同じ生活をしていたらずっと同じか、またはどんどん悪くなっていくっていう状態になってしまうので、何かを
変えていった方がいいです。自分の体のために何かを変えていった方がいいです。で、急激な変化っていうのは脳みそが嫌がるので、ちょっとずつでいいので、いい習慣を取り入れて、で悪い習慣を断ち切って、ちょっとずつちょっとずついい方向に向けていっていただければなと思いますし、で何よりも本当に辛い状態なのであれば、一人で抱え込まずに病院に行くなりって、病院がちょっと嫌だと、もう薬も嫌だし病院も嫌だということであれば、まあ自分やってますけど鍼灸院とか、そういう保険は効かないところが多いですけど、リラクゼーションマッサージとかでもいいですし、いろんなヒーリングとかもありますし、何かこう自分一人で抱えるのではなく、何かこう人とこう関わって、こう自分の今のこの状態をちょっとでも改善できるものがあったら、そういうものに頼っていただければいいんじゃないかなと思います。本当一人で抱え込むのが一番良くないと思うので、ぜひ何かこうきっかけ作りにやってみてください。はい、今日の動画ちょっと長くなりましたけども、どうだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。